フォークギターは指が痛いです。この後ろに、まあそんな感じなんですけどね。あと8分あるみたいな感じですけど、いや困ったな、次の曲どうするみたいな形なんですけど、あ、これちょっとこんな曲やってみよう。つまびくバラード、つまびくだけでできるから作った歌なんですけど、つまびくバラードやってみます。寂しい声が聞こえたから、僕はギターを奏でる。君の切なさ感じたから、優しい歌うのさ。遠いあの星は君と僕との流れ星、いつしか僕は君に歌うよ、優しい声でずっとそっと。どうもありがとうございました。これは肉の細切れソングみたいな感じですね。ちょこっとやってみるみたいな、ちょこっとやってみるのがいいかなみたいな、そんな感じでですねやってみてるんですけど、まあちょっとフォークギター指が痛いんでやめて。じゃあ、あ、よし、さて、カポタスト、あ、カポタスト取れねえよ。よいしょ。これ皆さんご存知ですか？知らないか？エリック・クラプトンが使ってる例の5980円で。コミコだと5600円から売ってるそのカポタストです。まあそのことはいいんですけども、早くやれよと。じゃあまあ最後の曲ぐらいにするかみたいな感じなんですけども、それではですね、最後の曲何にするか決めてなかったんだよな、どうしたらいいんだろう。あ、ここがあったわ。ここ あと5分あった。じゃあ大丈夫だ。それでは、これ、あ、これやっとできるかな、坊さんの番。
ゃよ見つめちゃいや。ハニーフラッシュ。これではちょっと終われないですよね。これでちょっと、ね、まずいなっていう感じが、今聞いちゃった。あ、ね、あ、じゃあ最後はですね、あの東京に住むどうするのかなと思ったんだけどな。東京に住むあの英雄さんの楽曲で、涙は優しさに撮って、今日はカズミギターをやれてなくてごめんなさい、もちろん途中で飛んじゃったよ。それでは最後の曲、新宿に住む英二郎さんの楽曲で涙は優しさにとっておいて。画面の向こうのいつもの君が、今日はちょっと友達思いの君だから、僕も思わず聞かれてる、失恋した親友を Oh.